ツジム歴45年、伊吹さんと一緒に元気な体になりましょう。マハトマ体操。さあぜひカメラの前、テレビの前で皆さんもご参加くださいね。続いてみんなができるマハトマ体操、教えてくださるのはインストラクターの高田舞先生です。舞先生おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。さあ先生、今日のテーマは何でしょうか。はい、2人で仲良く肩こり予防体操です。おお、肩こりね、はい、今日は2人で協力し合ってやる体操ですよ。五郎さんよろしくお願いしますね。よろしくお願いします。はい、12月ですね、寒い時期になってきてるので、肩がギューッと上がって肩こりになりがちですよね。なる、はい、そのままになるとですね、頭痛やめまいがやっぱりなってしまいますので、それを今日は解消、はい、改善していきましょう。はい、はい、ではまずですね、2人一組でこういうふうに向かい合わせになって足を腰幅ぐらいに開きます。はい、右手と右手で握手するみたいでね、はい、こういうふうにします。で反対の手もこういうふうに握手していきます。はい、やってみますか。はい、はい、そのままですね、交互に手を、お互いの手を引っ張り合ってください。この時に背中を意識しましょう。背中が動いてる感じありますか。はい、ありますね、多いにあるよ。背中動いてますか。動いてる、動いてる。いいですね、何人でもできますよ。背中を動かしてあげて肩こりを解消していきます。背中の血行が良くなってきますよ。そしてウエストもねじれてるので、いやそうです、ウエストにもいいねこれね。はいはいはい、体温まってきましたか。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ次、はい、次もう一つやっていきましょう。はい、今度はね、検索さんと一緒にやりたいなと思います。はい、交代よろしくお願いします。五郎さんじゃダメなんだよ。あ、そうですか。じゃあ、鍋底抜けって覚えてますか。ちっちゃい頃やった遊びなんですけども、わかりますかね。はい、手をこういう風に組んでもらって、はい、こう手を振ります。どうしましょう。手を振って、はい、このままこういう風にして回します。はい、どうしましょう。で、また振ってもらって鍋底抜け、こうやって回します。どこが抜けたら帰りましょう。肩を回すことによって血行が良くなってきます。はい、はい、回しましょう。ほい、ほぐれてる。はい、いいですね。もう一回しましょう。もう一回歌いますか。せーの、鍋どこ抜けそこが抜けたら帰りましょう。はい、これね、底抜けの笑顔になっちゃいます。底抜けの笑顔、違う意味で喜んでるっていう。いやデレデレしてた。ねえ、デレデレしますわ。そりゃ先生、おさらいお願いします。はい、今日は2人で仲良く肩こり予防体操を行いました。力を合わせて2人でね、一緒に気になるこの時期、肩こりを予防していきましょう。はい、冬にね、ぜひ皆さん楽しいですからやってみてくださいね。はいはいはい、まあ、また体操をお送りしました。